皆さんこんにちは、朝日ユーアスの小原です。今日はですね、草加にある丸井さんに来ています。で、まあ、ただ遊びに来てるわけではなくて、実は草加丸井さんで朝日ユーアスの、ポップアップイベントを開催しています。ちょっとそちらの内容についてご紹介していきたいと思います。入り口入って左側に麦わらストロー作りワークショップのスペースがあります。もう夜も更けてきたので人は減っちゃいましたけれども、今日の昼間の時点ではですね、非常にここはお子様、家族連れで賑わっておりました。こっちの方は、森のタンブラーに、お絵描きをして、一つだけの森のタンブラーを作って、まあ、家で長く使ってもらおうということをやっています。で、タンブラーにはもともとこんな感じで、下絵をつけているので、まあ、絵が苦手な方もですね、色を塗るだけで楽しめるという形にしています。でここにはモリーさん、モリ姫という遠隔操作できるロボットを置いてます。モリ姫はですね、ベッドから起き上がれない身体障害者の方々とかが遠隔でも働ける、そんな社会のために作られている技術で、我々も今後このようなイベントとかでコラボしていきたいなと思っています。はい、こちらがですね、今回のイベントで初めてお披露目になった、サステナブルクラフトビール、プラマイブラックとホワイトの、管理になっています。プラマイブラックはですね、プラマイ地区で廃棄されちゃう、コーヒー豆の福祉作業所の方々に回収いただいてクラフトビールにしているというコーヒースタウトです。こちらのプラマイホワイトはですね、同じくプラマイ地区で、マルセリーの森さんという美味しいサンドイッチ屋さんがあるんですけれど、まあ、そちらで切り落としてどうしても使い切れなくて、廃棄してしまっていたパンの実、福祉作業所の方々にオーブンを使って焼いてもらってラスクにしてもらって、その後クラフトビールの原料にしています。プラマイホワイトの方はですね、バイゼンという小麦を使ったタイプのフルーティーなビールになっていて、バナナのようなフルーティーな香りが最初があってきてですね、後味の方にちょっとパンの香ばしいような香りがついたものになっています。名前ホワイトとブラックはですね、こちらの冷蔵庫に入れて販売してたんですけれども、早々に夕方ぐらいにですね、ちょっと売り切れちゃうので、本当だったら追加が届く予定だったんですけど、なんか行方不明になってて届かないという感じで、まあ、ちょっと明日まで届くと思いますが、1本650円で、今日は96名の方に買っておいて、96本ですね、買っていただきます。今回のイベントは、エンジョイフォーサムワンという名前にしています。まあ、誰かのために楽しもうということで、ただ自分が楽しむだけではなくて、まあ、それを買ったり飲んだりすることで誰かに参加するようなような成分をメインにしています。ここに並べているのが、朝日ユーアスのフラッグシップ製品で、森のタンブラー、パナソニック様と共同開発したレコカップです。で、素材も、セルロースという、まあ、針葉樹の間伐材を生成してちょっと漂白したものとか、国産のヒノキの間伐材を使ったヒノキというものとか、あと麦という麦芽をローストするときに出る粉のような価値の低い材料を使って作っています。で、エコアルフさん、ファッションブランドのエコアルフさんとコラボしているアップサイクルビーのタンブラーをもちろん販売しています。で、こちらのメッセージですね、第二の地球はないのだからというところ、エコアルさんのメッセージを一緒に発信していくということをタンブラーでやります。で、この奥にあるですね、パンダバンブータンブラー。これはパンダが食べ残した竹で作ったタンブラーなんですけれど、今日時点でもう5000個完売しているそうで、今第2弾どうするんだみたいな話を少ししています。こういうリアルなイベントをやることの価値っていうのは、やっぱり手に取ってもらえるとか感じてもらえるというのがすごく価値があるなと思っていて、この森のタンブラーの
特徴である素材由来の香り、これを感じてもらうためにちょっと見本を置いてもらう。で、2つ重ねてあるのはですね、1個で置いとくとどんどん香り飛んでっちゃうんですけど、こんな感じで2つ重ねとくと、この下の方に匂いがたまるので、まあ、これをペンと嗅いでもらうと、これはすごいヒノキのいい香りがします。で、まあ、戸棚の中とかですね、密閉された空間だと結構香りを長持ちするんですけれど、まあ、こういう開けた場所に弱くなっていくので、まあ、こんな感じでちょっと香りを嗅いでもらうということもしてます。奥の方に並べてるのはですね、最近発売した森のマイボトルという間伐材を使ったマイボトルですね。まあ、熱いもの、冷たいものも入れて、まあ、マイボトルを持ち運ぼうと想定しています。上にあるカラフルなものはまだ発売とかはしてないんですけれど、森のタンブラーの着色性を生かしてですね、まあ、色に絡めた企画とか環境デーとかですね、アースデーとかいろいろありますけれど、まあ、そういった形で、色というパワーを生かして何かをやってもらえるんですか。この森のマイボトルはですね、非常に軽くて丈夫ですっていうのが特徴で、1個 70g もないぐらいですね、非常に軽いで、木材が入っているので丈夫ですと。でフィンガーホールをつけているのがこだわりで、やっぱり片手で持ち運べるよう、指を引っ掛けるだけで持てるよっていうのと、こういうカラビナなんかを通してですね、腰にぶら下げて歩けるっていうこともあります。でやっぱりマイボトルを持ち運ぶ上で、こういう持ち運びやすさとか、まあ、手に取りやすさ、まあ、ちょっとしたおしゃれさみたいなところは非常に大事だと思っているので、ここはこだわったと思います。私も今腰にぶら下げてご案内してます。はい。で、この下の方にはですね、このJFE スチールさんという鉄のメーカーさんとコラボしていて、スチール製のリユースカップっていうのを、来週の中目黒であるお花見パークという機械でデポジットカップとして使います。1個500円払ってもらうんですけど、まあ、いらなければ返してくれたら500円は返金します。でもそのまま持って帰ってもいいですよっていう形で、まあ、これもアップサイクルビールを入れて、クラマイブラックとかクラマイホワイトとかサステナブルなビールをお花見の場でも楽しんでいただく、まあ、誰かのために飲むビールでお花見を楽しんでいただこうということをやっています。はい。ここにですね、いきなり唐突にアクセサリーが出てきます。でこれは今後ですね、一緒に活動していこうとお話をしているバンドーの山田さんのアクセサリーで、すごく素敵な質感なんですけれど、実はこれ全部サステナブルな素材でできています。これたまたまなんですけれど、そのウッドプラスチックの部分が実は森のタンブラーと同じ素材を使っていたというところから、コラボレーションが始まっていまして、まあ、今後ですね、例えば何かしら同じような素材を使ってみるとか、タンブラーとアクセサリー、タンブラーじゃなくてもいいんですけど、お互いの持っているそういうリソースであったり、あとはお客様の層が全然違うと思うので、そういったところでお客様の層は違うけど、でもサステナブルに興味が深い方、そういった方に向けて何かしら一緒に発信していきたいねという話をしています。はい。こちらにあるのがですね、食べられるコップ、モグカップで、まあ、ちょっとなんか使い方のイメージがつかない方も多いので、ここは試しにちょっとお菓子とか入れてみます。まあ、もちろん液体も使えるよっていうのは特徴ではあるんですけど、液体に使えるということは食べ物にも使えるということで、まあ、こんな楽しい使い方もできますよとか、あとは食べられるスプーンっていうものもあるので、このまあパクーンとセットですね、モグパクセットっていう形でのテスト的に販売をしてます。これはもう売り切れちゃいました。朝日ジャスまだまだできたばかりでですね、SNS も全然始めたばかりなので、まあ、ちょっとでも知ってもらおうということで、インスタグラムフォローしてくれたら、モグカップをプレゼントという形を取っています。まあ、こういうノベルティに使うものもですね、やっぱりサステナビリティにこだわりたいという企業様がどんどん増えていて、まあ、そういった方々にも、まあ、ただなんか安いものを選ぶっていうよりは、こういうこだわったものを使っていってほしいなと思っています。最後ですね、私も着ているこの T シャツ、これはですね、墨田区の企業同士のサステナブルなコラボレーションっていう形で、
米繊維さんというですね、日本で初めて T シャツを作ったと言われている会社のサステナブルラインというこだわりのラインとのコラボレーションになっています。サステナブルラインはですね、オーガニックコットンを使っているだけではなくて 100% 再生可能エネルギー、しかも国内縫製という形をとっていて、生地の質感がすごくいいですね。昔の織り機をそのまま使っているということで、何回も洗ってもなかなか縮まないですし、着心地もすごくいいです。で、T シャツに入れたメッセージを、タンブラーにも一緒に入れてですね、サステナブルの T シャツを着てサステナブルに飲もうみたいなところで、去年いろいろイベントでこれをやろうと思ったんですけれど、なかなかできなかったので、今年はですね、墨田区内で例えば飲食をするようなイベントでこういうコラボレーションをして、なんか知らないけどおしゃれだけど、実はエコなんだねみたいな、そういう形で楽しんでいただきたいなと思って、ワークショップで使っている椅子をプロダクツでも置いてましたがですね、これは実は、ペットボトルキャップを粉砕して、そのカラフルな色をそのまま生かして作った成形物です。普通はですね、溶かすと混ざって汚い色になっちゃうんですけど、このような色を残したまま成形できる技術というのが、日本に2社あります。このうちの1社とコラボレーションして作った、これ本当は椅子の金型じゃないんですけど、たまたま椅子にちょうどいいねって感じで使っています。丈夫です。はい、入り口入ってからの前傾という形で、左側にワークショップ、右側に展示と物販のスペースという感じになってます。今日一日お疲れ様でした。明日もぜひ皆さん来てください。朝日ユーアスの、染谷さんと岡田さんです。足が痛いです。社員3名、社員8名中3名が今ここにおりますという感じで、明日はですね、少し人が変わって違う3名が来ます。はい、プラマイブラックホワイトが、売り切れてよかったですね。売れ残るとね、ロスになりますから、売り切れてよかったです。ではでは、草加丸井さん入り口入ってすぐで、楽しいワークショップもあるのでぜひぜひ来てみてください。はい、もう片付けっていうのが近づいてきてますが、この感じでですね、やっぱり手に取ってもらえるサステナブル、楽しめるサステナブルっていう形で、いろんなところでやっていきたいなと思ってます。ぜひ遊びに来てください。どうもありがとうございました。